回見ても高い。いや、これ高い。昨シーズンもカンフーで出会ったんですけど、それより超えてるじゃん、高さ。これですよ、この写真あるもんね。これ、しかも超いいシルエットでこう、そうそうそう。こう、ダンスかけてやっぱカンフーにしたかったんで。そうやな。思いついた時にもう来ちゃったって思ったんすね。しゃみたいな。やったわ。マジでやった、マジでやった。これは来たやろってなったもんな。パーティションの使い方がめっちゃいいな。そう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 。俺らが最後こう戦ってそう、こうなったなってパーンってなった時にこう一緒に広がった時にキャンさん一人登場ですよ。しかもまたね、水拳っていうのもいいよ、これ。そう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 、こう、キャンさん来たぞーっていうのがうまいこと演出されてて、そう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 、そこがだいぶ来たーってなったと思う、ここ、うん、やっぱ椅子にこう立ってるってのがめっちゃいい。あ、確かに確かに、そう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 、そういうこういう座ってるとかやったらちょっと弱いけど、そうやな、立ってこういうシルエットで待ってた方がやばいって思われるから、うんうん、こうやったって言ってて、いい高さもあるし、うん、いいと思う、これは。シルエットがやばい、キャンさんのやばいよ。やばい。ここ続きキャンさんのところちょっと見てみましょう。これやばいからな。やばい。もうこのあんまり。やばいわ。やばすぎ。おお。ここここ。いや、アクロバットしてなかった。レベル上がりすぎたな。このネタ。ほんまに。なんかもう分岐点やったんちゃうかな。マジでそうやわ。めっ。じゃあ本前だから本当悔しかったやん。そうやな。結果出なくてカンフネタで一発目、うん、クソ頑張ってたもんね。クソ頑張ってたな、みんな。すごかったな。すごいあの集中力が。身を削ってこんな大技してこの続きまで、うん、ここもね。何だろう、マジ大変やったな。めっちゃ練習してたな、ここ。ステージ感、ステージ感っていうのがめっちゃ良かったな。そうそう、縦の感じとかも分かる分かる。何回も距離感調整してたよな、リハの時から。4人やるっていうのもあれだし、うん、後ろにパーテーションがあるっていうのも、うんうん、もう絶対パーテーションに当たってバーンとかなっただけで減点やし、ステージから落ちそうにも なってもあかんし、ね、1回リハでね、カナダちゃんがね、ステージ落ちた。そうそうそう、映像見つかりますよ、ね、そう、1回実は落ちてるあれ飛んで着地したら、あーそうキューロンドスピーカーの間にハマったのかって。おーそうだよ、本番は超後ろ狙ってやったらちょうどよかった。完璧やったね、これ。じゃあもう4人の揃ってな。揃ったな。これボビーさんも言ったな、めちゃくちゃ。これやっぱ、うん、かっこよかったんだよ。ルックスがこれやるみたいなのがまずいいよな。うん、新しい引き出しやったな。やってなかったもんな、これは。ずっと。水面下でやったからね。確かに。うん。どういうこと？うまっ、キャンさん。ここもやばいな、これ。水系の中でもこういうのが、うん、やっぱ醍醐味っていうか、うん、ジャッキーチェーンとかの中でも、うんうんうん、椅子を使うっていうのもね、椅子使って戦う、もうまさにこれですよ、カナリちゃんのこの体感と、なんかチャンさんの体感、カンフーレジェンドとなんか天才スーパーキッズ、わかる。だからある意味そのだから修行に見えるんですよね。ほんまにジャッキーチェーンがカナリちゃんで、でキャンさんがその師匠みたいな、ほんまよくあるシーン、確かに、ほんまにそれに見えるんやな、めっちゃ、うん、間違いない。二人ならではの。すごいいいシーン。こんななかったやん、ね、こんなシーンとかなかったね、今までなかったし、ね、見たことないもんね、うん、新しい引き出しで良かったんじゃないかなって思いますね。よかったね、はい、ここもう超大変だったしね、はい、何回蹴られたセンターな、やばい。まあもう引くしかないって感じやから、思いっきり引いて引っかかってももう引き切ったって感じやったら、ここはカナがキャンさんで乗ってる椅子、そうこれ引かなる、いや引くシーンめっちゃあるか、いや違う、いや違う、いや違う、そうそう、引くシーンがあったんですけど、そこで本番引っかかっちゃったんですよね、キャンさん。そうほんでこれちょっとしたアクシデントなんですけど、キャンさんも言ってた、言った、あちょっと焦った、あ言ってましたね。そうけどね、はい、全然そんなのこと感じさせない。なんか俺その後のキャンさんのリカバリーにビビってんな、うん、その本番見てて、うん、あっみたいな感じなんだけど、その後のバーンって後ろに好転するんですけど、そのキャンさんのリカバリーがとんでもなくうまくて、そこ見てほしい。やり切ったのが良かったな。そうそうそう、確かに確かに。この後の
ここ俺本番やっぱヤバと思った。握ってる、うん、あともうこの高台君の椅子持ってこうそう素早いから、うん、ここマジすごいから、マジすごい、すごい百発百中で同じ場所あるからもう乗りやすい、乗りやすい、もう縁の下の力持ちですよ、これ。怖い、プロなんですよ、椅子運びしとくね、たぶんですよ、ここの子なんかめっちゃ注目して僕から見たほしい。ここマジやばいから、速いから、ここほんま速いから、怖いな。こうだよ、やからいいんよ。そうやな、何回飛んでくる時なんかもうバタついから俺もう飛んでんなと、もう超やばかった。確かにスパンが短すぎて。そうやんな、詰め込んでたな。あ、いいね。でこっから振り始まるのがいいよな。いい、しかも曲調変わるのがすごいですよね。マジでなんか新しい感じの振り。そうそうそう、あ、いいね。うん、でここで後ろでパーテーションが動いてるっていうのがすごいいいよな。ラストのもう一個展開がこう背景で変えられるから、うん、そこも結構考えたよな、うん、なんか最後、うん、サイドにあってもいいけど、そうそうそう、なんかやっぱ後ろにあってロゴがバッてなってて、全員で多分決めた方が締まるなってなって、うん、そういい具合に動かす人も作ってって感じで、うん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 、でも逆にそれがなんか構成っぽくなってよかった、うん、よかった、よかった、うん、いい、いいんですよパーテーションの動きも。で、ここから全員でっていうね。なるほど。いや、いいよ、この曲。いや、いいですね。はい、ここ。もう、この怒涛の振りから、このね、スッっていうのはもうね。ここ。これやばいな。なんかもう、みんな竹のようだな。わかる？え、わかる。竹があって。竹があって。わかる、わかる。風に、ちょっと風が。みたいな感じで。めっちゃ明るい。イメージな。竹やな。そう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 。ここ超いいな。なんか、こういうなんか、なんか竹じゃないですけど、そういうのも、なんか竹に風が吹くっていうのも、なんかちょっと感覚と合ってんねんな。わかる。そういうなんか、イメージなんですけど。めっちゃ明るい。そう、そういうとこもなんか好きなんですよね。終わり方めっちゃ考えて。考えた。だからどう終わるっていうね。うん、やっぱ終わり方大事やからね、うん、そう。で、この最後の終わり方やな、金を割ったりして、そう、ちょっと斜めで終わるっていうね。日向庵やけど、日向がこうアホみたいになってますよ、これ動いて、あ、これいいんじゃんみたいな。じゃあね、よかった、ガチでよかったっていうのが出たな、うん、いいのが斜め向いてこうっていうのがいいよな、うん、うん、あれかっこいい。これから始まってこれで終わるっていうのは、入場でもこういうのやってたから、それもまたやってすごい良かった。しまったよ、そうだね、もっとさ、うん、実は全然違う終わり方で俺ら考えてたの、うん、パーテーションがこう動いて、で、かなうちゃんだけ最後残ってるみたいなパーテーションがこうあれで変えるみたいなとかも、実はそういう終わり方とかも実は考えてるけど、あれはあれで良かったけど、うん、これこっちになって、うん、でもこれで正解だった。じゃあよかったな、お前ちゃん。こだわり強く、うん、もう俺もうこうなった瞬間のもう感情やばかったもん。やばかった。終わった。そらそうだよ。でも絶対いけるわ。俺も思った。思った。なんかみんなのその雰囲気じゃないけど、あっち、あのスタンドくらいに行く感じの雰囲気も。よし、やったやった。多分やった。よくやったわ。全員やったのやなと思った。これはもう。じゃあもう得点だからな。そう。嬉しかったな、これ嬉しかったな、最高得点で王者奪還、これはやばかった、一番気持ちかったな、やばいな、やっぱもうね、メンバー一人一人のこのネタにかける思いはやっぱり、うん、確かに他のラウンドとはまた全然違うものがあったからこそ、うん、こう一個になれたよな、子としてもチームとしてもなんか成長したっていうか、うん、なんかそんなラウンドではなかったのかなと思います。はい、うん、というわけで D リーグラウンド9、はい、振り返りでした。NEXT!